七尾市和倉温泉の老舗旅館加賀屋が輪島市の復旧に向けて活動するボランティアに布団を提供しました。能登半島地震の発生以降、加賀屋では休業が続いています。こうした中、館内から運び出されたのは客室で使用している布団30組です。輪島市の NPO 法人輪島朝市が独自で受け入れているボランティアに提供します。ボランティアって言うても本当に大変な作業だと思ってますんで、お荷物だと重たいものを持ったりとかされてると思いますから、ゆっくりと休んでいただきたいなと思ってます。暖かいですよ。輪島朝市はこれまで独自にボランティアを7人募り、空き家などを改装した寄宿舎で受け入れています。ボランティアを20人に増やすことになり、生活物資の提供を呼びかけていました。布団は正午ごろに輪島市に到着する予定です。